はい、ではね、今回は、ゴブゴブフェスに参加してきたので、感想シェアしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ゴブゴブフェスね、ちょっと、もうちょっとすぐ感想を取りたいなと思ったので、はい、早速お話ししていきたいなと思うんですけども、まず、僕がなぜゴブゴブフェスに行こうかと思った、まず最初の理由というか動機なんですけども、ゴブゴブフェスやりますって最初なった時に、5月11日と12日2日間あって、11日のゲストが奥田民生さんで、12日のゲストが小室哲哉さん。もうこれしか決まってなかったんですよね、最初は。うん。で、僕は、ちょうど本当29年前に同じ万博記念公園で、TK ダンスキャンプという小室ファミリーが全員集結した音楽イベントに参加しておりまして、でそのイベントが僕は人生初めてのコンサートだったんですよね。うん、で、同じ場所でまた H ジャングルが見れるっていうので、僕はどうしても行きたいと思って、もう早速一番最初の段階でこの12日の小室哲哉さんの方だけを撮ってました。はい。で徐々に、ね、出演アーティストが発表されていくんですけども。最後の最後に三浦大知くんが僕のチケット取ってない11日の方のフェスのメンバーに選ばれていたので、うわ11日も取っときゃよかったとか思いながら、そうなんです、そんな思いも抱えてたんですけども、で僕は12日だけしか参加してないので、大知くんはちゃんと見れてません。はい。でも当日はずっと X で動向を追ってて、大地くん、何組出るんやとか、パフィー、一組パフィーかとか思いながら、X で常に動向を追ってて、で、大地くんが2番手に出たってことが X で分かって。でね、ゴブゴブのアカウントでも、ね、細かく誰が出てますみたいな、こう、ツイート、X でツイートしてくれてたんですけども、でね、まず僕参加はしてないんですけど、大地くんの感想をお伝えしたいなと思うんですけど、三浦大知またやってくれたと思って。で、セットリスト、大地くんのアカウントで公開されてたんですけども、まあ1曲目がノード、リプレイ、好きなだけ深呼吸、で、サンサン、エキサイトブリザード。この7曲か。大地くんやってくれたんですけども、これはこの並び順を見たときに、ああ、そういうことかと思って、このセットリストを見たときに、オーバーのツアーをギュッと一つにまとめた感じに感じたんですね、僕は。うん、あのセットリスト、あのアリーナツアーのセットリストをギュッとまとめてフェス用に持ってきたなと思ってて、で、オーバーの時本編ブリザードで終わって、物語は続いてくで一回ブリザードで終わったんですけども、あ、物語まだ続いてるんやと、オーバーという物語はまだ今年いっぱい続くんやっていうのが僕のこのセットリストを見た時に思って、はぁ、三浦大知すごいなと、うん。しかもそのオーバーをギュッとまとめた中に、その三浦大知のことあまり知らない人とか、初めて見る人とか、のことを考えて、いろんなものをちょっとね、前後したりして入れてくれたんですけども、やっぱり濃度が一発でに持ってくるの一緒やし、最後の2曲目も一緒やし、本当にオーバーを凝縮してるなと思って。うん、すごいちょっと感心したというか、すごいなぁ、なんか繋げてるなっていうのがあって、やっぱり今年いっぱいはオーバーっていうのは意識して、大地くんはいろんなことをね、されてるんじゃないかなと僕は感じました。勝手なあれ、僕の思い込みかもしれないですけどね。はい。で、もう何よりも皆さんお感じだと思うんですけど、好きなだけ、おいおい
フェスでやるんかと、三浦大知やばいなと、アウェイの空間で好きなだけやるかと。僕はね、ノーマークでした、好きなだけは。はい、あの、能動とエキサイトブリザード33ぐらいは僕ちょっと思いついてたんです。うん、でリプレイとかもそうですよね、リプレイか、うん、ゴーフォイットかなとか、あの辺何が来るか分からんけど、あの辺の曲もどれが来るかなとか思ってて、うん、あ、リプレイやってきたかと思って、でアルバムの中から好きなだけを選ぶと。大地くんはこれどの段階で決めてたのかなと思って、アリーナツアーの僕たちのお客さんの反応を見てからこのセットリストに好きなだけを入れてきたのか、うん、そこら辺がちょっと気になる、どのタイミングで好きなだけって決めたのかがすごい気になります。はい、うん、でなんか X の情報だと好きなだけ、結構このアリーナライブの時は好きなだけってああいうこう力を抜いて、あのこうね、だらけるじゃないけど、うん、あの乗る感じだと思うんですけども、フェスバージョンではちょっと元気系でやってたようです。はい、でね、あのなんか YouTube にもちょっとゴブゴブフェスも上がってたんですけど、大地くんエキサイトしかなかったので、うん、あのゴブゴブフェスの2時間スペシャルが6月末にあるみたいなの で関西地域じゃない方は TVer で見れるって多分書いてたと思って、はい、あの、はい、TVer でチェックしたいなと思います。めっちゃ楽しみですね、大地くんのどんなパフォーマンスをしてくれてるのか。はい、ぜひ好きなだけね、皆さんもいろんな妄想してるでしょうけど、はい、なんか感想あったらぜひコメントで教えていただきたい。でね、サンサン結構ね、もう今回は X をめっちゃ活用したんですけども、サンサンは結構皆さん感動してはりました。 X 上では三浦大知ファンじゃない方ね、やっぱりサンサンはドラマの主題歌でもあったし、うん、なんか歌って踊るだけっていうイメージ大地くん強いだと思うんですけども、こういうゆっくりしたテンポの楽曲でも聴かせられるっていうのが、うん、なんか多くの方に感じてもらえたんじゃないかなと思います。で大地くんはね、なんか結構終始笑顔でね、フェスバージョンというかでやってたと思うんですけども、うん、ちょっと早く見たいなと思います。ゴブゴブフェス2時間スペシャル楽しみにしてます。はい。で、次、翌日の5月12日のお話していきますね。はい。僕はもうこの日だけなので参加したのは。で、あいにくね、ちょっと雨が降ってたんですけども、まあ、そんなザザ降りになることなく、ちょっと降ってやんでみたいな感じなので、全然、あの、日がめっちゃ照ってより、もしかしたら過ごしやすかったかもしれないですが、はい、あの無事あの参加できました。風邪ひくこともなく、びしょびしょになることもなく、なんとか行けました。はい、で、あのまず僕フェスに参加するっていうのが本当に95年の TK ダンスキャンプ以来なんですよね。で、野外に参加するとなると2017年の安室ちゃんの沖縄での、 あの野外のコンサートなんですけども、やっぱりね、あの入った瞬間にあの芝生の匂いとか、ブロックごとにこう人が分けられてる感じとかが、やっぱり安室ちゃんのあのフェス、野外、宜野湾の野外ライブを思い出させる感じで、もう匂いとか、あの芝生の匂いとか、うん、なんか、ああ、懐かしいなと思って、僕の中ではあの2017年の沖縄でのコンサートが、こう、入った瞬間、会場の中入った瞬間にパッて蘇ってきましたね。はい。本当にフェスって僕参加したことがなくって、あの、いろんなね、サマソニとか、ね、フジロックとかいっぱいありますけど、僕全員知ってないとほんまは嫌なんですよね、フェスって。なんか TK ダンスキャンプなんか、僕にとったら最高のフェスで、あれを超えるものっていうのはなくって、
なんか好きやったとしても一組二組だけとかで、あんまり知らない人のを聞くのがあんまり嫌だったんですけども、で今回はまあ小室さんメイン、小室さんと浜ちゃんの H ジャングルメインで参加したんですけれども、フェスはフェスで、あ、結構いい部分もあるんやなっていうのをちょっと感じました。うん。2日目はキャリーちゃん、湘南の風、倖田來未さん、この3組と、あ、誰、あとストーンズかあったんですけども、キャリーちゃん、湘南の風、倖田來未さん、この3組は、やっぱり聴いたことある楽曲もあるし、うん。なんかそれをこう、野外の開放的な空間でノリノリで聴けるのはすごい気持ちいいなと思ったし、うん、新たな発見もあるなと思って、うん、このアーティスト、あ、こういう感じなんやとか、湘南の風とか、なんか怖いんちゃうかなって勝手な思い込みがあったんですけど、この人めっちゃ盛り上げ上手やなと思って、めっちゃ、湘南の風が多分一番盛り上がってたと思います。あんなにフェスアーティストって呼ぶのか分からん、僕が勝手に呼んでますけど、フェスにぴったりのアーティストやなと湘南の風は思ったりして、うん、でキャリーちゃんは一発目で、まあ、場を和ましてくれて、で倖田來未さんはやっぱりね、倖田來未さんはカバーで結構ね、みんな知ってる曲もあったりとか、あと関西やし、いろんなその絡み、関西弁での絡みだとか、うん、なんかそういうのが良かったな。でストーンズに関しては僕全く何にも知らない状態だったんですけども、2日目は野外フェスでブロックで分かれてると思うんですけども、全てのブロックの一番前にストーンズファンが埋め尽くされてたんですよね。すごいなと思って、このチケットを全部売れたのは、ストーンズファンの方々のおかげで売れたんやなっていうのがちょっとあって、うん、やっぱりフェスってチケットの売れ行きとかもあるから、もしちょっと売れが悪かったら、ここにこのアーティスト入れようかとか、もしかしたらそういう裏で、なんか策略というか戦略とかもあるんちゃうかなと思いながら、なんかいろんなことを感じましたね、このフェスでは。ストーンズファンがめちゃめちゃ多かったのにびっくりしました。はい、でね、そうですね、これでなんかフェスを改めて感じて、まあ、フェスのいい部分もあるんやなと思ったりとか、こういうこともあるんや、こういうこともあるんやみたいな感じで、すごい勉強になったというか、新たな発見が多かったフェスでした、はい、で H ジャングルはね、一番最後一人で出てきてくれるんですけども、やっぱりね、このね、 TK ダンスキャンプ95の映像を後ろで流してくれていったのがちょっとエモすぎて、ちょっと僕は涙が出ましたよね。なんか頃って僕中学生だったので、何もわからないし、音楽のことなんか何も知らないし、ただ小室さんの音楽がいいなと思って聞き始めただけの頃だったので、知識も何もないし、本当に純粋な気持ちで音楽っていいなと思って、あ、聴き始めてたなと思って、でそっからね、いろんな音楽聴いて R&B が好きになって、で安室ちゃんにハマって、安室ちゃんのライブ行きまくって、で安室ちゃんが引退しましたと、引退した後どうしようかと、ちょっと僕は過去に行けてなかったコンサートとか、いろんなアーティストの曲聴こうと思って、もうコンサート今行きまくってます。毎月のようにいろんなアーティストのコンサート行っていて、それがなんか一つの区切りになるような気がして、このコグフェスっていうのが、ね、なんか一つ終わったなっていうのは僕はありました。こうコグフェスを感じて、ね、こんな毎月コンサートに行くなんか一生続けられることじゃないしね、安室ちゃんの引退っていうのを経験してるので、いつ誰がアーティストが引退するかわからないし、いつでまたコロナみたいななんか変なことが世の中起こるかもわからないし、僕はできる限りこの 2,3 年かな、行けるライブに行こうと思ってずっと行ってて、
なんかこのゴブゴブフェスがいい区切りになったんじゃないかなと。結構ね、このゴブゴブフェス以降チケット何も取れないかったし、なんかスケジュールが合わないとかで、なんかすごいいい区切りになったんですよね。なので自分の子供の頃の思いであったりとかを整理しつつ、すごいいい締めになったんじゃないかなと思ってます。でも今後もまあ大地くんのライブとか、行きたいライブはもちろんちょこちょこは行こうかなと思うんですけども、こんながっつり毎月毎月行くような生活リズムっていうのは一旦ここでストップするかなと僕は思ってます。はい、わからないですけどねまた行きたいってなって行くかもしれないですけど、今のとこは一旦区切りがついたかなと。でね、ステージでも小室さんがあの時の当時のお話をしてくれたりとか、ね、浜ちゃんが TRF と安室がどうやとかなんか言ってて、うわー嬉しいなと。安室っていうワードを出してくれるだけで浜ちゃん最高やなと思って、なんかね、やっぱり涙自然と出てきましたね、あのライブ、あのエイジジャンル見てると。あの当時のことも思い出すし、それまでの期間いろんなことあったなーっていうのもあるし、すごい良かったです。はい、でやっぱり小室さんが、あの小室さんがね、多分音楽にこう始めるきっかけ、なんかね、万博、小室さんも子供の頃万博ね、このエキスポか、本当当時の万博来たみたいで、万博の開催されてる時か、でその時に誰かの音を聞いて多分衝撃を受けたって言っていたので、小室さんにとっても万博っていうのは結構あの思い入れのある場所やと思うしね、 TK ダンスキャンプと同じ会場でまた H ジャングルが出て、 H ジャングル初ステージが万博記念公演で、29年越しにまた同じ場所です。これ本当に奇跡でしかないんじゃないかな。でね、29年前は坂本龍一さんも出てたりしてて、なんかすごい感じました。言葉ではそんな細かくは小室さんも喋ってないけれども、すごい小室さんにとってもすごい思い出のある場所なんだなっていうのがすごい分かりました。で楽曲としては1曲目 Going Home やってくれて、で2曲目に Wow Tonight で、あとフレンドシップはね、あのなかったんですけども、あのフレンドシップのジャケ写を撮り直してオマージュっていうのかな、あれなんていうのかな、してくれてて、うわ懐かしいなと思って見てました。本当に素晴らしいコンサートで、ぜひまた次回もやってほしいなと思いますし、みんながやってくれやってくれって言ってて、ね、また来年もやるぞって浜ちゃん言ってましたね。でね、なんか最後あのソフィアのボーカルの人出てきたんですけど、あの人出してくれって浜ちゃんに言ってて、今回はあかんって言われて断られたけど、なんかどうしても来たくて来たって言ってて、あとダパンプのトモさんも来てたしね、なんかすごい愛されてるんやなっていうのも思いましたね、浜ちゃん自体が、やっぱりあの当時って本当にダウンタウンがすごい売れていた、もあれ小室さんも言ってたんですけど、本当にあの当時90年代ってダウンタウンが本当に勢いがあったし、僕も本当にダウンタウンの番組しか見てなかったんですよ、あの当時って。80年代はごっつええ感じ見てて、へいへいへいが始まってからもうそればっかり見ててっていう感じで、勢いがすごかったし、本当に浜ちゃんはいろんなアーティストの方と関わっていろんな楽曲出してたし、本当にダウンタウンの影響力っていうのは改めてすごかったんやなっていうのを感じました。はい、小室さんも本当に言ってましたね、ダウンタウンはすごかった。でね、本が出たんです。WOW と言え、WOW と言え、小室哲也、ここせよムーブメントという本が出たんですよ。これ、大阪から
沖縄に帰ってくる飛行機の中で一冊も読み終わったんですけど、このね、これもなんか小室さんにインタビューしながらいろんな安室ちゃんのことだったりとか、ともちゃんのグローブとか篠原涼子さんとか H ジャンルとかもそうですし語ってるので、このイエートをこの本ぜひ皆さんおすすめします。すごい面白かったです。あとね、絵本も出てて、ウォーウォートナイトを絵本にしてる、新たな解釈で絵本にしてるっていうのは、それは僕まだ買ってないんですけども、ちょっとまたどっかのタイミングで買おうかなと思うんですが、ね、ちょっと絵本でどういう感じでウォーウォートナイトが描かれてるのかっていうのはすごい気になります。はい、やっぱり当時ね、ウォーウォートナイトを聞いてて感じた感情っていうのと、やっぱり改めて歌詞をこう踏みしめてとか意味を感じながらこう聞くのとでも全然違うなって思って、まあ年を重ねてきてね、いろんな経験をしてより高い目線からいろんなものを見れるようになったんじゃないかなとは思います。皆さんと同じくね、はい、なので、うん、最高のゴブゴブフェス2024でした。はい、これを上回るフェスは今年はもうないんじゃないかなと思います。で、僕は29年ぶりに思いをこう整理できた。やっぱりね、安室ちゃんの引退を経験してる人って一つ一つ何かを整理今していってて、そうそう、この間のちーちゃんともお話ししたけど、ジャネットと TLC のライブもあれ整理の一つなんですよね。安室ちゃんへの思いの整理の一つではありました。で、僕はプラスアルファその音楽を好きになった原点の整理をしてる感じ。なんか就活、死ぬ年寄りの就活とはちょっと違うんですけど、なんかね、一回一区切りつけなあかんなっていうのがすごいあるので、音楽に関しては、うん、今整理整頓をしてる最中でございます。はい、でね、はい、そんな感じでゴブフェスすごい楽しかったです。はい、皆さんもね、初日だけ行った方、2日目だけ行った方いらっしゃるかもしれません。で、僕2日目は大地くんのオーバー T シャツを着て参戦したんですけども、2日目は大地くんの T シャツ着てる人一人もいませんでした。でも僕は三浦大知ファンだよっていうのをアピールしてきました。はい、以上です。はい、で次、大地くんファンの方はあれかな、エイトジャムのフェスに行かれるのかな。僕はちょっとエイトジャムには参戦しませんが、また X で皆さんの状況、皆さんの情報を楽しみにしたいなと思います。はい、ではね、ゴブゴブフェスティバル2024の、感想をお話しさせていただきました。いつもありがとうございます。